テレレーン、ズボラさんの味方、フリクション12色買いました。いつもなんかこう好きな色だけチョイスしてって感じだったんですけど、12本ちょっと試してみたいなっていうのと、まあ本当よく使うのでバラ売りよりこっちの方が安かったのでちょっと買ってみました。気になってたのはさっき書いたこれ緑、あ、一応大丈夫そうですね。うん、こう視認性があるかっていうのが知りたくて、多分この黄色が編み図に、あ、黄色もいけるやん、じゃあ全部いけるね。もちろんこの水色はたまに出てくる色です。昔よく使ってたかな。でこの薄いピンク、あ、全然薄くなかった。よし、茶色、茶色ね、おー、いいではないですか。紫、うんうんうん、あ、素晴らしい。でもこれとこれの違いね、ピンク2色あるのよ。あー、濃いめの、いいですね、すごくいいですね。で、まあこの色とかはねよく出てくるかな、オレンジとかよく使ってます最近。いいですね、フリクション。で、フリクションね、最近さ、この、消しゴム、この消しゴムの機能がめっちゃアップした気がする。昔はなんかねすぐ汚れる感じだったんですけど、今そんなにね黒く汚れなくなった。こすると本当に綺麗に消えるようになったから、多分ねここの消しゴムの性能がアップしてる気がするんだけど、私だけかな。出始めの頃はなんか消すとなんか黒くなっちゃって、みたいな感じだったんですけど、おお、なんか汚いやんみたいな、消してんのに汚くなっとるやんみたいな感じなんですだったんですよ、うん、でも今すごい綺麗に消えるようになった。あ、すごい、素晴らしい、イエーイ、よかった、買ってよかった。じゃじゃん、文房具ね、また紹介していきたいですね。なんだかんだやっぱ文房具好きだな、うん、文房具、文房具、文房具ということで、編み図描くときに重宝するフリクションカラー12色買ってみたという動画でした。ではまた。